ハリソン東芝ライティング株式会社はかつて存在した産業用光源機器メーカーである。東芝グループで産業用光源機器を手掛けており、買ってはウェッジベースランプで世界シェア40%、液晶バックライト用霊陰極法電灯で世界シェア60%を占めていた。1944年に東京芝浦電機の疎開工場として発足。 立地場所として、今治市が選ばれた理由として、海陸交通の要衝で製品及び原材料の輸送に便利である。他に、石炭、ガスの大口消費者がなく、工場設立に際して最も重要とされる、ガスの供給を十分流す発生量を持つ、ガス会社から優先的に受けられる、免業地で企業の転廃業による、有給工場があるがある。 戦後に、東芝が過度経済力集中排除法の適用を受けたことを受けて、分離独立され、ハリソン電気株式会社として設立された。設立にあたっては、東芝系列の日光実業と四国拝電、及び地元有力者と従業員が出資した。社名の、ハリソンは、発明王として知られるトーマス・エジソンが炭素電球を生み出した。 アメリカ合衆国ニュージャージー州ハリソンから取られた。創業当初は家庭用電球などを手掛けていたが、1965年にウェジベースランプ、1986年に液晶バックライト用光源の生産を開始し、主に産業用光源を手掛けるようになった。2000年には東芝ライテックの産業機器用光源事業を移管され、 東芝グループの産業用危機器抗原事業が同社に一本化された。霊陰極放電灯の需要増加を背景に本社工場内に新工場を建設するなど増産を進めてきたが世界的な不況や海外企業との競争などで経営が悪化。主力事業の霊院極放電灯事業の海外市会社への生産移管や横須賀事業所の閉鎖などが進められた。 2010年には主力事業の海外市会社移管に伴い約580名について国内の東芝グループ各社に配置転換を示す方針を示したが配点に応じたのは約120名にとどまったこのため早期退職を促す新たな制度を作り全従業員の約4割弱にあたる約470名が早期退職制度に応募し5月末までに退職した 東芝グループの証明事業のグループ再編に伴い2012年10月1日をもって当時の親会社である東芝ライテックに吸収合併され消滅した愛媛県今治市の本社工場は東芝ライテック今治事業所となったハリソンからは技術者ら数十人が本社の開発部門などに移動し国内2社海外8社の関連会社は新会社に引き継がれた 的確な選択と、集中で世界をリード。自動車用小型電球と、液晶バックライト用光原世界一。ハリソン東芝ライティング医オ銀地域経済研究センター。2017年3月12日、閲覧。ハリソン東芝ライティング、創立50年史、1ページ。ハリソン東芝ライティング、創立50年史、7ページ。AB。 ハリソン東芝ライティングで470人が早期退職日本経済新聞2021年6月4日閲覧ハリソン東芝が合併で再出発へ今治愛媛新聞2017年3月12日閲覧ハリソン東芝生産拠点を海外移転愛媛新聞2021年6月4日閲覧ハリソン東芝ライティング東芝ライテックと 合併10月に日本経済新聞2017年3月12日閲覧ありがとうございます。